パラプンテ J2 沼チャンネルですというところで、今回最終節にドラマの予感というところで、残り J2 対戦カードの確認ですね、やっていきましょうかね。よろしくお願いいたしますということで、さあ J2 残り4試合ですかね。いや本当ね、ラスト最後まで、皆さんサポートの方々は、ね、まだ早いですけどね、本当、1年間お疲れ様でしたというところになってきております。さあ最後はですけどもね、歓喜の、ゴールが待っているのか、それともなんかサッカーで歓喜のゴールって言ったら、なんかそう、お前マラソンで例えてるのかサッカーで、例えてるのかってなんかなっちゃうんで、まあいいか、中東でございます。さあ本当ね、サポーターの、方々もですけどね、いろいろあった1年間だったと思うんですけども、残り、J2 もリーグ戦は4試合と、なりました。そこから残り2試合やれるかどうかは、さあそのクラブたちの、ラストこの4試合に勝ってというところでございまして、それでは本当最終節、そして1個前もかな、結構面白い対戦カードがありましたんで、残り対戦カードを、見ていこうと思ってますんで、よろしくお願いいたしますというところで、まずこちら、これらのサブチャンネルの方もよろしくお願いいたします。詳しくは動画概要欄から。でこれが、まず順位表ですね。順位表から見ていきましょうと、これが34節終えた時点での J2 の順位表というとこです。横浜 FC 清水、最後まで優勝争いを演じそうな2クラブというとこですね。そして長崎はちょっと次の試合の結果次第では自動昇格の夢絶たれるというところでございますが、ただ3位ね、これ結構過去に向けては相当でかいんじゃないか。まあ3位まで入ればね、プロフに回ったとしても2試合連続でホームでやることができますし、まあ、引き分けで OK みたいな、ね、のもありますんで、やっぱ3位以内確保するというのは結構重要な、アドバンテージやることありますんで、こう注目で、ジェフ千葉が4位、ここからですよね、ジェフ千葉4位から、ね、8位のいわきまでが勝ち点差的には4ポイントでしょう。まあ、いわきからジェフ千葉まで本当に何が起きるかわからんというところ。そして秋田もですよね、正直秋田がちょっと最近調子がいいというところで、ちょっと山口、藤枝、徳島あたりはちょっと勝ち点をこぼしている、今の現在進行形でのちょっと調子を落としている組なんで、こっからじゃあ残り連勝できるか、もちろんその可能性はあるんですけど、ちょっとチームの状況があんまりよろしくない。ただ秋田は今調子がいいんで、まあ、正直4位のジェフ千葉から8位のいわきまでは本当にどこが勝ち上がってもおかしくないし、どこがプレーオフ圏内に落ちても入ってもおかしくないってところにはなるんですけども、秋田は割とこれは奇跡が起きればね、可能性としてあるんじゃないか、上が潰し合ってくれればその隙に秋田が飛び込むみたいな可能性も割とゼロではない。ただ秋田に関しては他のクラブと違ってちょっとやっぱり奇跡的な要素、運的な要素も絡んでくる。まあやっぱね、いわきからジェフ千葉においてはもう実力とかバチバチやり合ってちゅうところになるんですけども、秋田に関してはやっぱ他クラブはどんだけ潰し合うかにもよっていく、ちょっと差が、ね、ありますんでね、やっぱ 6位との差が、7ポイント7ポイントってことを考えれば、ちょっとね、自分たちが全部勝っても、他クラブの結果次第ではっていうのありますんで、ちょっと秋田に関しては奇跡的な要素とかいろんなものが重なった結果自分たち次第みたいな難しさはあるんですけれども、ただ可能性としては全然あるかなというところで、秋田までは、ね、最近の調子考えれば秋田までは全然可能性はあるんじゃないかっていう、現在の J2 の状況には、なっております。さあでは今回ここから、対戦カード見ていきましょうかね。まずこちら、じゃあ次の35節ですね、35節の対戦カードというところになってきます。まあ注目はやっぱり、仙台横浜 FC というところ、まあ横浜 FC のね、昇格がかかったゲームにはなってきます。だからこの35節で清水、横浜 FC の昇格が決まるというそんな可能性がある説というところにはなってきますが、ただ横浜 FC もベガルタ仙台っていうね、なかなかに、難しい相手とのゲーム、ちょっと調子を仙台落としてる感じも、しますけども、そしてその清水は、山形、今ね山形とはゲームしたくないっていうクラブたくさんあるんじゃないですかね。ある意味で今ね、山形君とねこう2人組組んでて、このネタ結構僕好きですね。山形君と2人組組んでって言ったらね、みんなさーって引いていくんじゃないかっていうぐらい、今試合したくねよっていうね、このネタ結構毎週言ってる気がするな、まあいいか。中毒でございまして、まあ、ね、清水がその山形を止めるかどうかというとこでしょう。で、それ以外で言うと、栃木、まあ、群馬、栃木というところもそうですけども、栃木、まだ残留の可能性は残っております。まあ、ここでね、最下位群馬にしっかり勝ち点3を
取ることができるかどうか、まあ、群馬も春先、ね、いろんな問題が、ありました。あることないことね、まあ、ないことがほとんどだったのかな、言われてしまって、ね、なかなか難しい時期を過ごしたんじゃないかと思われますけれども、しかし、最後意地を見せることができるかどうかというところ。そして鹿児島、ね、同じく残留争い中の鹿児島に関してもやっぱ後半戦明らかに調子を落としている愛媛ですよね、とのゲームなんで、正直栃木も鹿児島も勝ち点3を取れるゲームじゃないかっていうところは個人的には思います。で、ただ群馬もやっぱ意地を見せることができるかどうか、まあ、ホームですし、で愛媛も愛媛でね、まあ、なかなか苦しい後半戦になってますけれども、ここでしっかり勝って意地を見せることができるかどうかといったところでしょう。そしてまあ注目度が一番高いところで言うと、やっぱり岡山いわきでしょうね。このプレーオフ争い、いわきがね毎回あと一歩っていうところでね、浮上できておりません。あとちょっとプレーオフ圏内届くよねっていうところで届いておりません。ずっと指先だけ引っかかっているんだけども、そこから這い上がることができていないっちゅういわきにはなってきますんで、逆に岡山ここ負ければちょっときつくなる。もしかしたらプレーオフ圏内から最後の最後に落ちてしまう。この1年間守りとしてきた、プレーオフ圏内というところから落ちてしまう可能性もありますんでね、本当これ以上負けることができない。いわきもいわきで本当少しでもね、上に行けるかどうかというところ、本当結構重要な、ゲームになるんじゃないか。まあ、この試合だからいわきが勝って岡山が、負けてもですけどもね、別にこういわき岡山の順位はひっくり返らないんですけど、高い上の結果次第ではこの試合岡山敗れてしまうとっていうところには、なってきます。で、まあ、ここはちょっと注目点高いというとこでしょう。まあそれ以外にもいくつか注目点はありますけれども、あんまり増えすぎるとちょっと他がね、遅れてしまうんで、あれ、まあジェフ千葉甲府まで増えるんかいっていうとこですね。まあジェフ千葉甲府もね、やっぱり甲府が前回ね岡山に勝ってますしね、ジェフ千葉、岡山に今あ岡山じゃないや、甲府に食われないので、逆に甲府は2週連続で、まあ2週連続じゃないか、2試合連続か、2試合連続で、プロフ組を食うことができるかどうかというところ。そして大分も残留に向けてね、下位の水戸とのゲームになりますんで、勝つことができるかどうかといったところでしょう。でこちら本で36節ですね、 J2 第36節というところにはなってきます。ここの注目点高いゲームで、言うとやっぱりこう栃木清水っていうね、清水がだからここでねまず、優勝じゃねえ、自動昇格を決め切ることができてるかどうか、まあ1個前の35節で昇格を決め切ることができてるかというところは結構重要な、ポイントにはなってくるでしょうし、こっからね、まあ、清水も、優勝に向けてもう一エンジンかけることができるかどうか。逆に栃木は死に物狂いで残留中のね狙いに来ますんで、この死に物狂いで優勝を、狙いに来る清水と死に物狂いで残留を、目指している栃木のこの熱いゲーム、まあ、本当お互いに、ね、明確な目標がこのシーズン最後の方まであるというところなんで、立場違えどこの目標達成に向けてもう残り3試合なんでね、落とすことができないゲームというところでしょう。そしてもう一個注目点はやっぱ横浜市と岡山でしょうね。ここもだから横浜市もね死に物狂いで優勝っていうところ狙ってくるでしょうし、岡山もなんとしてもプレーオフ圏内に残りたいというところがありますんで、ここも両者何かしらが、かかってる者同士のゲームというところでしょう。で長崎鹿児島のバトルオブ九州ですね、九州ダービー、ピーストでのゲームにはなってきますけどもね、まあ、この鹿児島ここだから残留が勝ってるかどうかも結構重要だね。まあ残留決まってるかどうかも鹿児島は重要なポイントにはなってくるでしょうし、長崎も最低やっぱ3位っていうのはね確保しないといけないんで、まあ今のところ3位確保っていうところは結構有利に、有利な感じがしますけども、ただあーね、ここしっかり買いくわえば相手に勝つことができるかどうか、まあダービーなんで多くのお客さんが、ね、集まるかもしれませんこの試合ですけどもね。だからまあ本当3位確保という意味では長崎も下位の鹿児島に負けることができないっていう、まあ、重要なゲームになるでしょうというところですね。であとはまあやっぱ愛媛仙台のこの最近調子落としてる何とも言えんな12クラブの対戦というところもね、まあ仙台からしたらここ確実に勝ってねプレーオフ圏内を決めたりとか、この36節までは確実にまだねプレーオフ圏内っていうのはね決まっていないと思います。まだここもねまだねどこが上がるのかなという感じで、ヒーヒーしたゲームになると思うんで、どこのクラブも落とすことができない。いわき水戸もそうですよね、いわきもね、まあ、下位の水戸に敗ることね、ここ絶対避けないといけないでしょうしね、まあ、この36節もそういう意味では、注目の対戦カードがたくさんありますよというとこですね。でこちらで37節ですね、37節となりますとやっぱ注目点はジェフ千葉長崎でしょうね。
去年の最終節がジェフ千葉長崎のゲームで、で長崎は勝ったんだったっけ最後ね、うん、去年最後勝ったゲームにはなります。今年もまあ、ジェフ千葉ホーム最終戦が長崎戦になるんかな。38節はジェフ千葉はアウェーか、アウェーですもんね。だからジェフ千葉2年連続でホーム最終戦が長崎戦というところなんで、まあ、去年の借りを返すことができるかどうか。そしてもしかしたらこのジェフ千葉長崎ここで勝った方が3位みたいなゲームになるかもしれません。この過去35、36試合のこの2試合の結果次第では長崎、ジェフ千葉の差が、迫ってる可能性、まあ、ジェフ千葉が長崎に迫ってる可能性もあれば広がって、まあ、この時の時点でもすでに3位を長崎が確保している可能性もゼロではないんですけども、もしかしたらね勝った方が3位に上がるみたいな、なかなかに本当にプレーオフの3位って結構重要で、やっぱりこう3位に入れば全部引き分けでもね上に行けるっていうなかなかに、お得な得点がねついています。だからまあ逆に難しさもありますよね。まあ勝たないといけないっていう相手が、ね条件になりますんで、まあ、引き分けでも OK がゆえにちょっと戦い方としてはね難しいみたいなところももちろんあるんですけれども、ただ3位まで入ればねプレーオフは全部ホームでやることもできますんで、この3位入りをかけたゲーム、いや本当ここ結構熱いゲームがね期待できるんじゃなかろうかというところ。一番の注目点はだからまあジェフ千葉長崎でしょう。そしてやっぱ清水いわきもそうですね、優勝がかかった者同士か勝ってる清水と、まあ、プレーオフがかかるいわきというところで、横浜 FC 栃木もそうですよね、まあ優勝から横浜 FC と、残留から栃木というところ、そして大分群馬とやるんですよね。まああくまで現状ですけども、残留争いは大分か栃木かみたいな最後のところの一枠の争いになってますんで、この37節に関してはまあ結構栃木は結構頑張んないと勝ち点3を取ることができない相手、それが横浜市にはなってきます。で逆に大分は群馬とのゲームにはなりますんで、まあ、J2 現在最下位の群馬ってことを考えれば大分は勝ち点3を取れる可能性が高いゲームっていうところ、そして栃木は勝ち点1が取れて、まあ、3の可能性もあるけれども結構それはオペレーションとしては難しいよねみたいな、まあ、対照的なところね、それこそねこの時の時点でもしかしたら J2 首位の横浜 FC と栃木がやるとか、まあ、J2 最下位の、群馬と大分がやるみたいな結構対照的なね残留争いだけども対戦カードは対照的な状況にあるみたいなところなので、栃木は絶対落とせないし、逆に大分は勝てばね、まあ、相当ね、まあ、栃木はあんまりこう勝ち手伸ばす可能性が少ないことを考えればこう勝つことによって差を広げるとか、まあ、一気に残留を決め切ることができる、まあ、差を広げるチャンスには大分はなりますんで、ね、この37節はそういう残留争いを、しているクラブにとっても重要な対戦カードがありますよといったところでしょう。でこちらで最後38節、まあ、一番は間違いなく山形ジェフ千葉でしょう。山形の3年連続の最終節でのプレーオフ飛び込み逆転があるかどうか、もしくはまあ3年連続でのプレーオフ進出かどうかっていうところでしょう。まあ、この時時点でもしかしたらもうプレーオフ圏内に入ってる可能性もあるんですけれども、ただもう何にせよもう今年も大逆転でのプレーオフっていうのは十分ね見えてきますし、もう35節とか36節でプレーオフ圏内に入ってそのまま守りきって もう逆転でのプレーオフってねこれはね攻撃的な意味では当てはまるでしょうしね、そういうことを考えればやっぱ山形ジェフ千葉11月10日ここは相当熱戦がね、期待できるんじゃなかろうかというところですね。そしてまあ長崎愛媛でしょう。長崎もだから3位以内が、違う3位が確保できるかどうかっていう重要なゲームで、まあ下位の愛媛しかも後半戦調子を落としてる愛媛というところは結構ねでかいんじゃないかというところには、なってきます。それ以外プロフ組ですね、プロフ争い組としては岡山もね、まあ、残留争い中の鹿児島とのゲーム、ちょっと順位的には低い鹿児島とのゲームにもなりますし、仙台も仙台で大分中今年調子が上がらなかった、まあ、残留争い中の大分、いわきはもうちょっと降格決まってしまった群馬戦というところなんで、結構どこのクラブもプレーオフ圏内にいるそこら辺の近辺にいるクラブは結構勝ち点3が計算できそうな対戦相手がいくつかあると。で逆にジェフ千葉山形か、ジェフ千葉山形が潰し合って両者勝ち点1、山形も千葉も両者勝ち点1で終わってしまったがゆえに、他からまくられて逆転で落とすみたいなこともないかなっていうぐらい、ちょっと仙台、まあ、仙台もちょっと調子悪いですけど仙台、いわき、岡山とかちょっとねプロフ圏内を争うクラブがみんな残留争い中のクラブとかちょっと降格が
決まったクラブとの試合になりますので、山形ジェフ千葉以外はある程度勝ち点3が計算できる。一方で山形千葉はまあどっちも勝ち点こぼす1で終わる可能性もあるし、どっちもね0になる可能性も3取る可能性もあるみたいな、ここが結構ね不安定、ちょっと引き分けで OK みたいな状況でもないというんで、結構最終節はね山形ジェフ千葉も注目なんだけど、その他会場が結構ねこれプロフ圏内の、争うクラブにとっては勝ち点3が計算できそうな相手、まあこれちょっと結構失礼な言い方にもねもしかしたらなるかもしれませんが、まあ現実としてはそうかなっちゅうとこにはなりますんで、や割と山形ジェフ千葉はね俺たちは俺たちの戦い方をやればいいんだって言いつつも、でも高い場気になるよね、これ他の高い場ねライバルは全部勝ち点3取るんじゃないかみたいなところもあると思うんで、故に勝ち点3が絶対必須の熱いゲームに山形ジェフ千葉なるんじゃないか、特に後半戦調子がいいこの2クラブの対戦には、なりますんでね、まあ、非常に注目というとこですね。はい、ってことで今回以上です。以上パプンテ J2 の間ちゃんでございました。よかったんちゃんだます。その